姉嫌われる。いや嫌われたわこれは。コンクリートパウダーって誰だよ。あんまり。ゲーム実況始まるよ。今回はマイクラリレーということで。はい。今年もひまわりチャンネル、呼んでいただきました。ありがとうございます。今年はねマイクラ15周年。ということでテーマはですね、はい、君の世界を形にしよう。はい。まーちゃんおーちゃんって言ったらやっぱり絵が好き。はい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 。ちょっとカーッと感じなんで、マイクラ15周年のお祝いも兼ねてなんか2人アート作ってくれるってことなのかな。はいですね。ちょっと何作るのかだけ聞いてもいいですか。巨大なひまわりのモニュメントを作りたいと思います。はい、茎の部分をエレベーターみたいにするんだっけ、うん、登れるようにする、そう、登れるようにして種の部分に着いたらレバーがあって始まるっていう。わー、それすごくない、はい、そんなことできるの2人で。できないですね。できないかもしれないですね。おーちゃんに任せます。難しいですね。私も難しいことです。全てはおーちゃんに任せます。無理です。まあでもとにかくチャレンジしてみるということですね。はい、はい、じゃあ頑張って作っていきましょう。はい。お誕生日や記念日などにぴったりのひまわりチャンネルケーキ発売中。ひまわりガールズのイラストがとっても可愛いよ。詳細は概要欄を見てね。まずどこに作るかだろうね。そうだね、平地を作らないといけないし。平地はねえな。でもなんかさ、ここら辺は結構平地だよね。ここら辺、ここら辺か。ブロック削ったりして平地作れます。はい、レッツゴー。イエーイ、いけーいけー。やべ、むずいなこれ。すごい、ここ平地になってきたけど、草生えるスピードマジ早いよね。草生えるの早くすぎて草友達があれなんだよね、藁じゃなくて草つけて会話するタイプなんだよね。で私さ W つけて会話する。でも私 W もさ草もつける人ちょっとあんまり好きじゃないんだよねだからあのわらわらの感じにしてる。姉嫌われる。いや嫌われたわこれは。感じにしてるんだよね。あの WW って送るのがちょっと嫌なんだよね、自分的に。恥ずかしいというか。ここら辺でいいんじゃないもん、ステージは。必要なものを出してこう。そうだね。ノリブロック。泣く黒曜石って何？黒曜石じゃないのそれは。泣いて泣くね。置いたらすげえ涙出てくるね。いやもう作り始めちゃうね。ああね、そういうことね。はい、ここら辺。そこら辺。まーちゃん入り口がないと、これエレベーターのもう勝手に入り口作っといて作り始めてる、始めてる。お、太いな意外と。羽毛使うのまーちゃん。え、砂じゃねそれ。え、砂じゃね。これ砂でしょ、ほら。何コンクリートパウダーって誰ですか。コンクリートパウダーって誰だよ。コンクリートパウダー何壊すだけ。いや豚来たよ、豚。うわ、豚いる。豚や、豚なんか宙に浮いてんだけど。なんで。え、飛べる豚。白い豚いたね。飛べる豚。飛べる豚をちゃんとした豚だったか。誰が豚や。これはちゃんとした豚だったな。次は私が担当するんで、ドア作っちょいて。歪んだぞ。オッケー。で、葉っぱを作りたいと思います。はい、葉っぱですね。こういうこと？うわ、すごい。なんかドアにロックみたいなのついてるけど。天才か？え？見たら。前かよ。茎の部分完成したこれ。茎の部分早いな。もうちょっと長くする？分かった。ここに葉っぱつけちゃおう。ああね、なるほどね。どこだ？なんだこれ。うんこみたいになっちゃった。ん？うんこみたいになっちゃった。うんこじゃん。蛇口かもしれない。水出てくる？冷えたら。なんだこれ。
矢印なにこれはもう十字語だねナショポー村いいね。あの象徴的なものこれ2つ目じゃん。確かに、確かに。あそこのね、お人形、作ってくれたお人形様と、うん、つうかさ、こうやって見るとさ、家も結構でかいね。確かに、家でかいな。だいぶ、だいぶ豪邸だな。ねえ。よっしゃ、できたバスができました。じゃあここから種をね。え、まーちゃん、これさ、そういうことです。いいんじゃない、なんかおしゃれ。いや、花びらはこれ才能あんじゃね。花びら才能、え、才能ありなし。ちょっと一回全部削って。え、花びら、花びら、このサルネオの結晶、なんかね、あんまりあんまりよし、じゃあ一回おーちゃんやってみ。作ります、私が作ってみせます。お願いします。おお、どう、じゃあね、なんかどっかのテレビ局みたいな上のアンテナあ、埋めるんだ。そりゃね、縁取ってたんだよね、うん、ねえパパ、何を持って見てたのかしらね。ねえ、どう、いいじゃない、良い。ただなんかあのナイキの偽物、すげえでかい花できそう、ブーシャーって感じだね。回して、エレベーター作る、まーちゃん、ほーちゃん、はい、まず1枚しかできてないリはい、はい、というわけでできました。おー、イエーイ。じゃあ見てみましょうか、完成したんすね。はい、はい、じゃあ振り巻きましょう。はい、せーの、じゃーん。おお、ちょっとなんかすごい、お人形様の手がなきまれの手から出てるみたいに見える。確かに、確かに、カメラアングルよろしくなかったんじゃないですか上から見ないと。うわー、近くで見るとでかっ。結構大きめにできたね。まあお人形様にはさすがにかなわないけどさ。すごいでかっ。いやでもまーちゃん、おーちゃん頑張ったよ、うん、まあほぼおーちゃんの力ですけどねまーちゃん休憩っつって自分の部屋にちょっと行ってる間におーちゃんめちゃくちゃ頑張って完成させてたからね。まあはい、正直寝てたんで私もじゃあちょっと飛んで見てみます。はい、すごい、すごい、おーちゃんすごい、おーちゃんになっちゃったまあ、うん、まーちゃんもちろんちゃんと作ったからね。あのエレベーターとか作ってくれたよ、あの上流。てかさ、花びら完成させて最後にエレベーター作るのかなと思ったらさ、切った後すぐにエレベーター作ってなんでと思ってあ、パパ同じようなの私も撮ったわ、それ。うわ、すごい。うわ、このさ、日の光が差し込んでる感じ、いいね。ね。うわ、すごいな。でかっ。素晴らしいね。ごめんなさい。カメラワーク来ちゃくそう。ダッシュ、ダッシュ。ね、ガクガクしてる。遠いな。遠いね。うわ、なんか遊園地みたいなね。めっちゃ地元。確かに観覧車みたいだね。ちょっと2人、せっかくだからさ、紹介してほしいな。うん、確かに確かに。ここね。あの、はい、上に上がるエレベーターなんですけど、これはね、動画見てやりました。ここの入り口みたいなところがエレベーターの入り口ってことね。はい、これ上に上がるやつですね、うん、上に上がれます、はい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 、で、これを作って、うん、登って、うん、うわーってなった後、どこから出ようってなって、うん、ただ水を流しただけのエレベーターを作りました。あー、これはもう下り専用エレベーターってことね。あー、はい、まあ、ちゃんもうわっ、ちょっとだ、そのって出方出方何転んだかと。でもこっちの方が早いです、正直。ちゃんと知識にあって作った方が早いです、うん、これもう上り専用なんでしょ。上り専用、うん、降りれないんだよね。降りれない、うん、じゃあ、乗ってみようかな。乗ってみましょうか、うん、先にお子ちゃんが入って登っていくとこ外から撮った方がいいんじゃない。受けるから正面ね、はい、おー、おー、
たね、行きましたね。やばいよ、見えない、一瞬すぎるんだよ、一瞬で動いたよ。あの顔どっち向けてほうがいいの、こっち。え、うん、そうだね。じゃあ、行きます。これが、うん、あ、出てきた。早くない？めちゃめちゃ早っ。超高速エレベーター。あー、ね、ま、降りるとこは、降りるとこ、ここ、ここ、そこ、あ、そこなの。うん、あ、おいしい。ジャボジャボジャボ、どこ見ればいいのこれ、ちょっと、ちょっとどこ見ればいいのかな。どこ見なくても大丈夫。どこ見て、どこ見て、遅くね。あ、そうだよ、横に移動しない、こうやって、こうやっていったら落ちれるよ。なんか落ちた方が正直早いんだよ。違う違う違う、そういうのじゃなくて、パパ外に出る。そう、外に出る。ガラスないから。おお、はいはいはい、いきまーす。バイバーイ。おーい、早っ。おおふぅ。じゃあ私も上がります。今の入るとこがね。おお、すんでできた。すんでできた。慣れてるから。じゃあ、この中を紹介してほしいな。はい、はい、まず、ここがね、額ですよ、この中が。うんうん、額。額ね。はい、で、ここ、種の部分です。私たちは今、周りの種の部分にいますよ。はい、おー、種子の部分になります。種の中に、半透明の種なんですね。いや、まあ、脇はね、ちゃんとね、外から見て茶色く見えるように脇は、茶色の、うん、羊毛が羊毛使いました。はい、で、前がちょっとね、特別仕様なんですよ、これ。ちょっと透明でね、ガラスの部分ね、ガラスになってるんですけど、はい、うん、まあ、何があるかお楽しみということで、はい、ここめっちゃこだわりましたよ、私。で、ここすごい頑張ってたね、うん、一番時間かけて作ってたよ、マジで頑張りました、これは。で、じゃあ、行っちゃいます？行っちゃいましょうか。じゃあ、まー、あ、ちゃんが外から取る、おーちゃんレバーを引く。じゃあ、行きます。どん。お、何、おー、おー、え、なに、花火今見えた。見えた見えた、なんか四角い花火。クリーパー。クリーパー花火、クリーパー花火、もう一回やるね、はい、いくよ。オン。ここちょうどいいなんだ。そう、ちょうどいい、遠くに回っちゃう。おー、おー、すごいすごいでしょ。でもこれ絶対夜の方が見えやすいと思うんだ。素晴らしいやん。夜？夜で見たい。夜でしましょうか。夜になりました。それじゃあ、それじゃあ、それじゃあ、お茶お願いします。はい、こっからも一発打ち上げろ。はい、いきます。ドーン。どうだ、どうだ、ドーン。うわー、おー、クリーパーが上目に出た。おお、ちょっと外で見てもいいかな。うんうん、特に私が室内してしか見てない。確かに、おーちゃんスイッチ入れる人だからさ。3、2、1。おお、 めちゃめちゃいいじゃん。めっちゃいいね。これ、お、来た来た。どうもよー。星があるんだよ。これちょっと下から見るとどんな感じかな。おお、下から見る花火もいいね。いいでしょ。素晴らしいオブジェできたじゃないですか。ね、たまに高校で花火打ち上げてね、うん、で家から見るみたい。確かに確かに。あ、これさ、いいじゃん、さ、家の場所を分からせるためにさ。あ、花火一発。目印のものはもう一個増えたね。こっち方面から帰ってきた時はね、ひまわり目印。ちょっと近いけどね。若干近いけどね。というわけで今回はマイクラリレーね、ひまわりチャンネルはひまわりのアートを作りました。はーい、頑張って作りました。頑張って作りました。本格的な建造物初めて作ったんじゃない、うん、どうだった2人。自分でこういう大きいの作るとさ、愛着湧くね、やっぱ。うん、わかる。こういうのいっぱい作りたい。こんなん自分で作れたのみたいな、びっくりした。すごいです、本当。昔ね、こたつ作ったことあるけど、それよりもっとクオリティ高くなったからね。素晴らしい。楽しいな、本当。何でも作れそうだね。ねえ、うん、マイクラリレー、次の動画はパチシューのゲーム屋さんです。引き続きマイクラリレー見てね。見てね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の
動画も見てね。バイバーイ。